70代の女性でも1ヶ月半で猫背の反り腰、下腹ぽっこりが解消されました。すごいですよね。この方がなぜ1ヶ月半でこんなに変わったかというと、実はプランクが強かったんです。40代から60代の男性女性、まだ諦めてはいけません。今回のメニューを一緒にやっていくことで、見た目から綺麗に痩せることができます。姿勢から変わり、内臓脂肪が減りやすく、代謝が上がり、どのエクササイズをやっても効果的に体に効かすことができてきますので、今回のプランクウォーク一緒にやっていきましょう。タートル初の書籍が発売開始されてます。たくさんの方に手に取っていただき、 Amazon 1位を取ることができました。もしまだ手に取ってない方は Amazon または書店にありますので、よかったら手に取ってみてください。まずは座った状態で手首を伸ばしていきましょう。今回は肘じゃなくて手をつくプランクを行っていくので、手首がね少し痛くなることがあります。しっかりね振ったり回したりして手首をストレッチしておきましょう。しっかりね体を変えていきましょう。はい、OK。 今度は寝たままで腰をしっかりね丸めておきましょう。できる人はね体を起こして背中から丸めていきましょう。首疲れる人はね寝たままでもいいです。プランクの最中も腰が丸くならないと腹部に効きにくいんで、しっかり腰を丸めてね、お腹の奥までしっかり使う状態を作ってから行いましょう。できる人起きて、 OK。 それではやっていきます。今回のプランクウォークは手をついて足を伸ばします。足を交互について、戻す、交互にやっていきます。できるだけ足を前についた方がいいです。また足を上げて戻す、これで腹筋をしっかり使うことができます。なおかつ体幹が鍛えられます。1回ずつ息を吐きながら足を抱えてください。いきましょう、スタート。息を吐きながら抱える、できるだけ前に持っていく、また足上げて戻せ。これがねじわじわね腹部に効いてきますからね。OK。 ちょっと手首を休めましょう。これをもう2回やるだけ。いきましょう、スタート。足をついてちょっと休めれるんでいいですよね。でもこれ実はね、腰をしっかり丸めて骨盤を起こすんで、反り腰がねすごい解消されます。しっかり足かけて、あー効いてきた効いてきた、あーあー、 OK。 ちょっとお腹伸ばしましょう。あー効いてきてる、よっしゃー、いきますよ、ラスト。大丈夫ですか、行きましょう、スタート。マイペースで OK ですからね。お腹の奥にねこれすごい効いてますね。足がね前に出なくなってくる。しっかり足をね前に持っていって、うわ、オッケー。うわ、手首回して、あしゃあ、ちょっとねバージョンアップしていきましょうか。今度は抱えた足をブルブル振りましょう。交互にね15秒したら足を入れ替えます。いきましょう、スタート。抱えた足をね内側外側って振るだけ。これはね、結構効くんですよ。よっしゃ、反対いきますよ。ふい、ふい、ぐるぐる振るだけ。これでね、腹筋全部使えてます。手がだるくなったら休めてください。
OK。 おー、効いてる効いてる。これはじゃあね、もう2回頑張りましょうか。それで終わりにしましょう。よっしゃ、いきますよ。やろう。足をブルブル振りましょう。ふっふっ。おー、これすごい効いてるな。よっしゃ、反対。いやー、なんだかんだ腕も疲れるな、これ。うおー、グオー、オーケー。うわー、これは引き締まるぞ。これは効いてるぞ。よっしゃ、ラスト。さあ、気合入れていきましょう。よーし、いきますよ。スタート。ラスト、ラスト。しっかり振って。内側にするときに効く。はい、反対。しっかりね、内側に中に入れて。足の中に入れて、ウエスト使って、うわ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 、あげ、ぐわー、ぐわー、効いたー。したら、ちょっと肩がね、だるいと思うんで、肩の上げ下げしましょう。よっしゃ、しっかり上げたら、一気に落とす。一気に落とす。プランクはやっぱりね、結構肩にね体重乗るんで、体幹に効く前にね、腕がだるくなる人も多いと思いますが、慣れてきますんでね。さあ、じゃあもう一回手首ね回していきましょう。結構ね手首疲れたと思うんで、可動域がね、こう悪くなってくると手つくだけでも手首痛いんで、だんだんと可動域がね、こう広がればね、手ついても問題ないんですが、しっかり手首動かして、OK。 この肩をね、交互に後ろに回していきましょう。今ので結構胸筋もね使ってるんで、ちょっとしっかりね猫背にならんように肩後ろ回しして、小胸筋をねしっかり伸ばして肩甲骨寄せましょう。よいしょ。胸筋硬くなると猫背になるんでね。よっしゃ、OK。 この鎖骨の下をね手でほぐしましょう。さする感じで、よし。できればちょっとね、腕を後ろに引っ張りながら、伸ばしながらさすりましょう。鎖骨の下をさするとね、しっかりね、腕が後ろに行くんで、ちょっと押しながらグリグリしてみて。